はい、皆さんこんにちは。今日は千葉県のいすみ市にやってまいりました。こちらの町は人口が約3万5000人おりまして、千葉県の南東部に位置し、県庁所在地でございます千葉市からは約45キロ離れております。こちらがこの町の中心であります駅の大原駅の駅前ターミナル。こんな感じでなかなかいい雰囲気、こじんまりとした場所でございます。こちらは JR の外房線が走っております。こちらには JR の駅の他にいすみ鉄道のいすみ線が乗り入れておりまして、こんな感じで横にございます。小さなホーム、こちらがいすみ線のホームでございまして、いすみ線はもともと国鉄の木原線でございまして、後に JR 東日本によって運行、国鉄分割民営化の1年後の1988年に JR から離れましていすみ鉄道になりました。こちらのいすみ市は2005年平成17年にいすみ町と大原町、三崎町が合併してできた町でございます。駅前にはこんな感じで商店街、昔の中心地が通っておりまして、現在もかなりのお店がやっておりまして、なかなか活気のある町。こちらの大原駅周辺は昔からの港町でございまして、後ほど向かいますが、この港では伊勢海老の漁獲量が日本一だそうでございます。そしてやってまいりました、こちらが大原港でございます。なかなか立派な船がたくさんございまして、とても大きな港。こちらの大原漁港沖には日本最大級の岩礁がございまして、とても魚介類が豊富。先ほども申した通り、伊勢海老の漁獲量は日本一でございます。またこの港の歴史はとても古くて、この周辺地域から古代の大和朝廷にアワビや真珠などの海産物を献上していた、そのようなことも言われております。しかし本当に目の前に参りますと磯の香りがしてまいりまして、いやー本当に海にたまに来ますと心が落ち着きます。ご覧の通り、船も一隻一隻大変大きい。こんな感じならば相当儲かるのではないでしょうか。こちらの大原港前にはこんな感じで釣り船のお店がたくさんございまして、いやー本当に港町、そんな感じでございます。もちろん先ほどおりました大原駅周辺よりもこの周辺の港町の方が古いでしょうから、道路沿いにはたくさんの昔ながらの建物が建っております。いやーしかし本当に歩いてるだけで潮の香りがしまして、港町の散歩は本当に楽しい。そして大原港のすぐ横にございます岬から眺めた風景でございまして、こんな感じになっております。いやー太平洋が本当によく見えておりまして、とても美しい。しかしこの上から見てみますと結構お家が建て込んでおりまして、なかなか人口が大きな町だと、そういうことがわかると思います。そして少し移動してまいりまして、やってまいりましたのが昔の万里城跡でございます。
このいすみ市は戦国時代になりますと上総時氏がこの町を支配しまして、そしてこの時氏の勢力は決して大きいものではありませんでしたが、県内でも屈指の中世城郭、この万里城を築きました。まあちなみに見えておりますこちら、これはただの展望台でございまして、昔の天守などではございません。なぜこんな感じのデザインにしたのかちょっと分かりませんけれども、しかしこの展望台の上まで来ましたら、こんな感じで景色は絶品。房総半島の内陸部の様子がよく分かります。あちらの方が西の方角でございますけれども、天気のいい日にはなんと富士山も見えそうでございまして、今日はあいにくの曇りでございますけれども、まあちょっと残念ですね。なんかまあしかしそれに代わってこの周辺の田園地帯の風景がよく見えておりますので、これはこれでいいかもしれません。濃い緑で覆われた森林と黄緑色の田園の風景が本当に綺麗。この地域を治めておりました時氏は、この万里城を拠点にいすみ川流域に多くの市場を築き、勢力を拡大していきました。万里城はいすみ川を堀の代わりにし、水運も利用でき、城を築くには絶好の立地条件でございました。